川瀬さん、はい、いよいよ第3ピリオド後半戦スタートとなります。そうですね、あのやはりあーナイスパスのチラミンへのナイスパスが通りました。いやここでね、今日初めてこれ6点差ですかね。はい、このオフェンスは筑波大学どうしてもスコアしたいですね。はい、まあ、ただピリオドの最初は、まあ、全てこれ大東がポイントしているような ね、はい、そんなイメージですが、そして、まあ、あのもちろんと接触して鼻血で一旦ベンチを去った増田がコートに帰ってきています。こちらですね、どうやら大丈夫なようです。これもしかすると、はいはい、マンツーマンからこれゾーンに変えましたね。なるほど、筑波ですね、はい、筑波大学ゾーンデンスですね。これ2-3のゾーンと見てよろしいですか。はい、そうですね、地域を守る、ね、はい、インサイドをやっぱ固めたいんですよね。なるほどね、まあ、ある程度外はしょうがないという判断か。さあスティール、キャプテン青木、決めました、レイアップ。いや今のね、このチェンジングマンツーマンからゾーン、はい、これがね見事にね阻みましたね。ちょっと大東もこのゾーンに対して面食らった部分もあるんでしょうか。ね、はい、あのね第1第2ピリオド使いませんでしたからね。はい、そうですね、ビリシベです。ビリシベのエアボール、あーここも筑波ボールになりました。さあ何か筑波の流れになってきたか。ゾーンディフェンスが功を奏しています。さあこれもう1本返すとまた、はいはい、どちらがイニシアチブ取るか全く分からない展開になりますよね、はい、戻ってきた増田から玉木です。あ、これトラベリングですかね。取られてしまいました。実はこの玉木もインカレ初戦で右足首を捻挫、復帰したのが最後のインカレ残り4試合。やっぱね、もう4年生でね、最後にね、はい、あ今3年生ですね、玉木は3年生です、ね、はい、ただねもうインサイドの要ですからね、はい、彼はね今シーズンは、まあ、筑波も怪我に泣かされたシーズンでした。ようやくベストメンバーが組めたのがこのリーグ戦後インカレ前という筑波大学です。外から奥住、リバウンドを取った葛原、そして熊谷と青木というマッチアップ。リバウンド動作、リバウンドまた熊谷が取る。そうですね、全く今オフェンスね、ゾーンオフェンスが機能してませんからね。西部の3エアボールただよく、あ、外した、ノーチャージエリア、奥住、いや頑張ってる、外から熊谷のスリーポイント、熊谷だけが入ってるんですよね、はい、大東文化はね、スリーポイント。熊谷はこれで2桁に得点を乗せました。さあこれで得点を7点差に開いた大東文化。中青木リバウンド、ああよく頑張った、玉木押し込めるか、ビリシベアリバウンド。さあここはどうか、オフェンス、そうですね、これ1回止めましたね、はい、はい、これまたマンツーマンに変わりましたね、はい、先ほど熊谷の1本、はい、外からの1本大きかったのか、ね、はい、モッチに入れて奥住の3、来ました、3ポイント。いやこれ2本連続ですからね。ここで吉田監督どうか、まだタイムアウトは取りません、はい、準備には入ってますけどね、はい、次のねスコアリング、これによってでしょうね。今日の最大点差ですね、50対40、10点差。玉木のチャンスシュート、ここはよくつなぎました、いやいやつなぎましたよ。名将吉田健二監督です。もう一度来るか、クズミリバウンド、ここはキープ。さあ走り合い、わあスティール、奥住スティール、そしてパス、こちらミンへパスだ。さあここはもうたまらずですね、これはもうね間違いタイムアウトですよね、もったいなかったですね、今のねターンオーバー。でもね14年前にも1回、はい、ね、この大舞台の決勝に出てきて負けた悔しさというのがありますよね、はいはい、
これもかなりタイトなディフェンスです。大東増田、玉木がポジションを取ろうという青木、かなり遠い位置からのスリーはリングをかすめただけ。さあ次、はい、筑波が、はい、マンツーマンなのかゾーンなのか、はい、ゾーンですね。ただインサイドペイントエリア付近、玉木か、3つ目ですか。今日はこのモッチを止める、まあ、それが自分の仕事と語っていた玉木ですが、ファール3つ目ということで当然これは交代です。そうですね。27番山口隼人1年生、山口はファール2つという現在の状況です。杉浦がですね、センターポジションに入りましたね、はい、あ、そうですね、はい、まあそのインサイドの守りという意味では経験を持っている杉浦です。ワンフェイク、ポンフェイク入れて、これはバイオレーションか。いや、これね、はい、リングに当たりませんでした、はい、24秒バイオレーションです。ボールは筑波大学。さあその10点差をどう筑波としてはこれから縮めていくかです。いや、これエースがマッチアップしてますね、はい、はい、杉浦とモッチですね。モッチですね。青木パスアウト、外からリバウンド、拾えるか、拾った、山口が押し込んだ。いやー、ベンチプレーヤー山口、たまって入っている27番1年生の山口です。いや、両チームともね、ベンチのメンバーチェンジ、はい、これは見事ですよ。おっと、これもモッチに通す。モッチがこれで手元の集計で21点目。今日もそのモッチの得点が止まらない。菅原ですが、はい、これは山口、ああ、ファールもらいましたね。91番ビリシベですかね。そうです、ビリシベのファールです。ビリシベはこれファール3つ目ということになります。さあそしてここで選手交代です。山岸を投入、ビリシベを下げます。大東文化大学、これ面白いですよね、ベンチプレイヤーのね、はい、調子いいね、はい、もの同士が今マッチアップしてますよね。山口とこの山岸ですね、はい、10点差、あー、ショットブレイク、ディフェンディングチャンピオン、うーっとこれは苦しい、リバウンド勝負、取ったのは増田、取ったのは増田、今度は葛原、1年生、リバウンド、ここはモッチ、まあ、ゴール下は圧倒的にリバウンドの数は大東が上回っています。第3ピリオド、残り4分を切りました。今日はシュートタッチのいい、あー、ネクマスだ、そして中、ファールをもらう。背番号ゼロ、キャプテンの葛原です。さあ今は、まあ、違うチームライバル同士ということでこの決勝を争っています。1投目成功、葛原、あの少しずつですね、大東文化が、はい、筑波大学の 2-3 のゾーンディフェンスに対するオフェンスが、はい、はい、機能してきましたからね。なるほど。さあこれを決めて12点差です。いやー、これ上から、はい、上から来ますね、はい、ますね。あっとバイオレーションギリギリ、なんとかフロントコートに持ってきました。筑波中に通す、ダブルチーム、おー、うまい、ね、苦しいところ決めた。いやいや、見事ですね、さあなんとか増田のプレーでつなぎました。これで再び10点差です。さあ大東はどこで攻めるか、モッチ・ダミンが今膝をついています。立ち上がりました、奥積みのスリー、リバウンド、ファール、これはモッチのファールですね、今ボールのないところでのファールがありました。モッチ・ダミンですとこれパーソナルファール3つ目ですね。2つ目か、
失礼しました。2つ目です。大東文化大学選手の交代です。34番中村が入ります。そしてここで中村が入ってきました。さあポイントガードのですね、はい、熊谷が1回下がりました。チャージングオフェンス。11番松田のファウル。いやここら辺がやっぱね、はい、大東文化キャプテン、はい、ね、よく分かってますよね。いや今のねこのチャージングを取ったのは大きいですよ。こちらは今度はあの増田は副大オフの後輩ということになりますね。先輩の意地を見せました。さあその葛原が今ボールをコントロールしてパス、中村サウスポーです。これまだ、はい、マンツーマンに変えてますよね、はい、外から奥住スリーは落ちた。リバウンドは杉浦です。さあトランジションアタック中ボールはどうか、まあ、大東ボール。いやいや、ね、両チームともディフェンスは頑張ってますね、はい、ここも簡単には中にパスは通せませんでした、ね、できれば筑波はですね今ねポイントガード熊谷がベンチですから、はい、この時間帯で何とか点数詰めたいんですよね、筑波ですね、はい、おっと大丈夫ですか。パスカット、増田がなんとかここはカットに行きました。各カテゴリーで日本代表として引っ張ってきた増田。中村流れながらシュートは落ちる。リバウンド山口。さあ速攻か、増田が走っている。青木ストップ。そしてスリーポイント、ラインを確認して杉浦スリーポイントきた。ここら辺がね、やばい、もう3連覇してる、なんかね、本当落ち着いてますよね、杉浦ね、はい、まあね、代表戦で馬場の活躍を見て、正直すげえと思った、ただ自分はまた違うところで頑張る、そんな話もしていました、もうチラ見、リバウンドを取る、山口飛び込んだ、さあ、ここからは筑波の時間帯、もう一回いっていい、スリー、パス。増田切れ込んでいく、切れ込んでゴールした。さあここで球出せて、いいね、ディフェンスからのオフェンス、筑波が反撃にかかります。大東文化西尾ヘッドコーチがこれタイムアウト。あそこから怪我人も帰ってきて、ようやくベストメンバー本来の基準が組めるようになったのがインカレ前。インカレで戦いながらチームケミストリーを深めてきた筑波大学ね、ゾーンから今度ね、はい、マンツーマンに切り替えて、ね、このマンツーがまた効いてますよね、はい、はい、すごいボルマにプレッシャーかけていいですよね、はい、ここも中村が、あっと山岸がものすごい体勢でリバウンドを取った。いやすごい。そしてもちなみもちなみファールをもらった。バスケットカウントにはなりません。いやね、山岸も本当にリバウンド、はい、粘りますね。手を伸ばしてもぎ取ったという山岸のリバウンドです。まあ、後半の手元の集計ではありますが、オフェンスリバウンド筑波が3に対して大東文化が7という、まあ、本当にリバウンドがよく取れている大東文化大学。この両チームはあれですね、こういうフリースローの合間、はい、またねファールの時よくねチームメイトがね、はい、ね5人集まっていろんなコミュニケーションしてますよね、まあ、それだけバスケット IQ というか、はい、そういう、まあ、知識というか、そうですね、自分たち次今何をやるべきかということをね、はい、確認し合ってますね、いや学生らしくて本当にいいですよ。レベルの高い両校のぶつかり合い、男子インカレ決勝です。さあ第3ピリオドももう1分を切りました。あー、いい点差。杉浦サイド、山口スリーポイントきた。ここでのスリーは大きい。大きいですね山口。これで4点差になりました。さあまた射程圏内に捉えた筑波大学、2桁点差を跳ね返してここまで来た。さあもう残りはあとわずか30秒切ります。山口のレイアップサウスポー、山口が入れ
今日はこのバックアッパーたちの活躍は何か素晴らしい鍵を握りそうです。もうこれはラストオフェンス、点差は6点、筑波ファール、ファール。ただまだチームファールは4つ目です。やっぱね、キャプテン青木ね、今もうドライブしてって、はい、ヘルプに来たら必ず、ね、杉浦にボールを預けると、はいはい、分かっていてドライブしてますよね。ここは増田がボールを受けました。そして杉浦3ザミター。今度は筑波の杉浦のザミター。